宇宙のあちこちでデビルスプリンターって呼ばれる邪悪な因子を飲み込んだ怪獣が凶暴化して暴れ回る事件が続いている。先輩たちの力が込められたウルトラメダルはこの間の宇宙怪獣メダルやそれを使うためのアイテムを丸飲みして逃げ出したんだ。俺は師匠のウルトラマンゼロと一緒に追いかけたんだが、セスティーム光線ニグロボの開発を一旦ストップ。開発予算止まっちまったな。そうなんすか。今度の予算会議で長官に予算分取ってきてもらうよう頼んだんだな。あ、そうだ、お前がほら申請してたあの新兵器セブンガイに搭載しといた。え、マジっすか。やった、すごい威力だから気をつけろ。おっす。伊豆原高原に怪獣出現、ストレージに出動命令。行きます。出撃準備だ。なかなかやるな。よし、こうなったら新兵器で行くぞ。更新鉄拳だ。発射！近くに観測所あるから気をつけろって言ったよな。よし。ご承諾ください。我の名をウルトラマンゼロ。一番大事なもの一体なんだい。この命と引き換えにでも守ってやる。誰のためにこの力はあるんだい。本当の優しさの意味を探してる。退屈を手放してはびこるエイリアン、刺激を止めて蘇る巨大モンスター。カードウルトラ Z ライザーにセット。アルキーアクセスグランテッド。メダルに宿ったウルトラヒーローの力で変身だ。ゼロセブンレオ、ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z アルファエッジ。さらにメダルを入れ替えてタイプチェンジ。ウルトラマン Z ベータスマッシュ。デラックスウルトラマン Z 最強なりきりセット。パーをぶつけてアタック変形、アタック変形、リニアモードでバトル開始だ。アタック変形ウルトラベイクル。なんてデータラクだ。怪我人がいなかったからよかったものの、お前たちは何かを壊さないと怪獣を倒せんのか。ただ、あの加速所はな、今日はいつも以上にヒートアップしてるね、長官。
予算会議で2号ロボの予算を取ってくるためにいろいろ根回ししてたらしいんだけど、今回の件でまた保留になっちゃった。何やってくれてんだよ。これで根回しが全部パーになったらどうするんだ。責任取れるのか。責任申し訳ありませんでした。すいません。今日花粉多くて鼻で。あやかた。え、いつになったらトンネル工事再開なんすか。しょうがねえだろう。今掘ってる五甲山のあのゴモダイワっていうのは寝てるだけの本物の怪獣だってんだ。工事の葉っぱで起こしたらえらいこっちゃって。おお、ただ形が似てるからゴモダイワっつんだと思ってました。うん、しかしかストレージがあいつを無人島に運んでくれるらしくてよ、それまで工事はやめてくれって。ああ、ゴモラ輸送作戦。うん、地球防衛軍アメリカ本部の事務次長が予算会議出席のため来週来日する。でその会議の前に2時間だけスケジュールをいただいた。でそこでその作戦を視察していただき、世界で唯一の対怪獣ロボットの素晴らしさをアピールするんだ。聞けばゴモラは休眠中とはいえバイタル停止状態で、ただの巨大な岩と変わらないんだろ。はい、そうなの。ゴモラが覚醒する可能性は統計上では 0.1% 以下ですね。視察中の事務次長へのプレゼンには君たちも参加してもらう。当日は絶対に失敗しないように。いよ。うん、というわけなので仕方がない。準備だ。ハルキ、名誉挽回のチャンスだ。セブン川にはお前の名前。よし。どうした？自信ないの？そうじゃなくて、俺花粉症だからゴモラがいる山の森に入るのが不安なんです。あい！すいません。ここ五甲山で眠る古代怪獣ゴモラを北太平洋の無人島シフラン島へ輸送するという作戦がストレージ主導のもと今始まろうとしています。来ました、ストレージのセブンガーです。セブンガーがここ五甲山にやってきました。セブンガーは今日ゴモラを輸送するドローンの補助をする予定です。本日はこの作戦生中継でお伝えします。セブンガー着陸します、ご注意ください。ご覧くださいませ、これが我がストレージが誇ります世界最初の対怪獣用ロボット第1号セブンガーであります。事務次長、それではセブンガーのパイロットを紹介いたします。お願いします、はい、あ、入りたまえ。こんにちは、ストレイジの中島陽子です。よろしくお願いいたします。え、ねえ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 、君がこっちにいるってことはさ、あっちで乗ってんの？あいつはやるときはやる男です。あいつか。あいたいたいた、あいた、もう胃が痛い。あいたいた。あい、ハルキ大丈夫か。ああ、もしもし。接続完了しました。了解、じゃあ輸送開始して。見てください、作戦が始まったようです。はいはい、ゴモラさん、電車が停止しています。はい、ゴモラさん、戻りますよ。はい、お互いを助けて、ゴモラさん、来れてますか。お配りの資料にありますように、
セブンガーは従来の兵器では対応できないようなあらゆる場面での対怪獣作戦行動がたった一機だけで可能でありまして、一つよろしいですか。はい。たった一機だけで可能と言いますか、セブンガーには作戦失敗も多く、コストパフォーマンスも決して良いとは言えないんじゃないんですか。あ、はい、それはあのですね、あの、ああ、ご覧くださいませ、こちらにセブンガーが参ります。どうぞどうぞこちらに。Close up. It's impressive. It reminds me of those Japanese robot animations I used to watch as a kid. あのセブンガーに乗っているのは空手をはじめとするあらゆる格闘技の達人、ストレイジの夏川春樹という男です。 Karate? The pilot's an expert in karate? Sounds pretty awesome, Vice Minister. あいっ、今日花粉多いな。勲章にきついぜ。おい、くしゃみしたぞ。ゴムラのバイタル上昇中。ゴムラも勲章みたいさ。ああ、まずいな。ゴムラ、覚醒します。どういうことだこれは。どういうこと。落ち着いてください。ハルキがセブンガーが対応してくれます。落ち着いてください。ウルトラマン Z、 ウルトラソフビシリーズに新たな怪獣が登場。そしてウルトラマン Z ついに降臨。新たな戦いが始まる。ウルトラソフビシリーズ、今だけチャンス。タイガ、お父さんを助けに行くよ。待っていたよ。やはり黒魔か貴様か。行こうぜ。俺色に染め上げろ。行くぞタイガ。この宇宙我がものとする。父さん、邪悪な力に負けないでください。さあ来い、グリムド。俺たちは一歩も引かない。バックブラスト。ファイナルジー。ウルトラ空上シューズゾーミング構成。劇場版ウルトラマンタイガニューセネクライマックス。外部電源接続解除。バッテリーに切り替えます。花粉症でイライラすんのは分かるが、落ち着け。が届きなら、よし、やってやろうじゃねえか。
ってんだあいつ。おお、豊か武器やタカ。Amazing! He's even able to pull off that kind of attack. ゼブラがこっちに来ます。おお。させるか。落ち着けってな。バッテリーセット、セブンガー実用行動時間終了。目がかゆいならこいつで書いてやるよ。宇宙憲法秘伝の神業、ゼロ師匠、セブン師匠、レオ師匠。ゼロ、セブン、レオ。ボス、ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 Ultraman Z Alpha Edge。It's Ultraman。 2020年、新しいウルトラマンの時代が到来した。ウルトラマン新プロジェクト始動。お前に僕たちの指揮が務まるのか、お手並みを拝見させてもらおう。求められているのは究極のウルトラアクション。次はお前の番だ。ウルトラマンゲーム、今すぐ検索。じゃあ、ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z、 毎週土曜朝9時。何ここ、空気いいな。花粉全然ないじゃないですか、セットさん。なことより来るぞ、ハルキ。おっす。バカ力だな、こいつ。お、あれはウルトラマンのメダル。ウルトラマン、俺たちみんなの兄さんみたいなウルトラすごい人だ。あれがあればゴモラのバカ力に対抗できるはずでございますよ、ハルキ。あの子からメダルをもらおう。でもどうやってもらうんすか。ないし、よし、こういう時は気合とボディーランゲージだ。おーし、ヨーコ先輩、そのメダル。ひょっとして
このメダルが必要なの、Z 様。どうぞ。ウルトラフュージョンだ。真っ赤に燃える勇気の力、手に入れるぞ。オス。マン兄さん、エース兄さん、太郎兄さんのメダルだ。真っ赤に燃える勇気の力。マン兄さん、エース兄さん、太郎兄さん。ウルトラマン、エース、太郎。オス。ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。ウルトラマン Z。レータースマッシュ。それにセブンガも結局ゴムラにも負けちまって。うん、いやまあそれなんだがね。すごいですな、セブンガは。ウルトラマンですら穴に苦戦したゴムラ相手に大健闘だったんじゃないんですか。この調子でいけばいつの日かウルトラマン以上のロボットを開発することも可能なんじゃないんですか。それでは私の権限で必ず予算を出しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、マジですか。これでいよいよ2号ロボが完成する。やった。まあ確かに勝てはしなかったが、勇敢な戦いっぷりだったよ。これからも期待してるから。ありがとうございます。すいません。僕が伝えてゆく未来まで一筋の光をつなぐよ。
憧れる兄さんのような伝説のヒーロー、その鍛え抜かれた肉体を受け継いだのがベータスマッシュだ。次に紹介するのはゴモラ。この怪獣はゴモラ。怪力や尻尾攻撃は超強力だ。でも花粉症は本当つらいよね。次回もお楽しみに。セブンガーに続く2号ロボウィンダム、強力だが大量のエネルギーを使うため簡単には起動できない。頼むぜユカ、逆転のひらめきを見せてくれ。次回ウルトラマン Z 2号ロボ起動計画、ウルトラしびれるぜ。この腰を守りたい、その笑顔が見たい。みんな、動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録も忘れるなよ。更新情報をお知らせするぜ。さあ、次回もお楽しみに。